That's what I'm talking about.皆さんこんにちは、パグパのパパです。今回なんですけど、パグパ のチャンネルでは初めてなんですけど、購入した商品を紹介しようと思ってます。で、何買ったかっていうと、バディライダーっていう自転車にワンちゃんを乗っけるための、補助器具みたいなものですね。僕が休みの日は基本的にハノちゃんと、嫁は車で、お出かけできるんですけど、僕が仕事の時とかは、嫁が、お散歩とか連れてってくれるんですけど、車とか運転できないんでなかなか遠出とかできないんですね。なんで、自転車にハノちゃん乗っけれたら、遠出とかもできるし、いいなと思って買ってみました。ということで、じゃあちょっと早速開けてみましょう。で、こんな感じで商品全部出してみました。これを最初に自転車につけて、その上に多分これがこうガチャンってなって、でこれでいろいろ止めていくっていう、多分すごいシンプルなんだと思います。リストレインカゴル、高速ワンちゃん止めるためのベルトみたいなやつですね。これもこの中に入ってるんですね。じゃあ早速自転車持ってきてちょっと取り付けてみますか。自転車持ってきました。で、今回は電動自転車に取り付けて、バディライダー取り付けてみようと思います。今回これ入ってる説明書がね、全部英語なんですよ。もしかしたらウェブサイトとかに日本語の説明とかあるのかもしれないんですけど、まず最初にこれを自転車のね、ここにこんな感じでね取り付けるらしいんですよ。まずね、ここに留め具があるんで、これ外すとこれがこうやって抜けるんで、するとこれがこうやって外せるんですね。でまずこのパーツを分解して、とりあえずここに一旦仮止めしてみますか。今これ仮止めの状態なんですけど、こんな感じで止めました。4本このネジで締めて今止まっている状態です。次にこれをここにこんな感じ、今これ取り付けたんで、あとはこれをこのワンちゃん乗せるためのこの土台をここにこうやって取り付けて、で完成です。ということで今取り付けとりあえず完了しました。で、まだねここが仮止め段階なんで、これこうやって動いちゃうんですけど、これちょっと今嫁の高さこう測らないといけないんで、まだ仮止め状態です。この鉄の部分もこのねバディライダー、このフロントのところ切り込みがあるんで、ここね当たらないようになってます。これ結構前に設置したんですけど、ここね干渉してないしいい感じですね。で正面から見るとこんな感じです。でこうやってこんな感じで乗ります。ここにパノ君が乗って、でここに多分お顔とか乗せるんでしょうね、顎とか。じゃああとは、高さを調整して早速パノ君を乗せてみますか。ということで、なんとかバギーライダーの設置完了です。じゃあこっちが出てる。そうそう、まずここで、はい、おー、いいです。いいね。わーおー、よしよしよし、お座り。
気持ちいった。お座りよ、お座りそう。ね、なかなかね、ここにお座りしてくれないんだよね。本当にね、さっきそれでずっと苦闘をしてた感じで。ね、でも、うん、でもまあいけるんだこれで。うん。よし、ちょっとじゃあ少し走ってみるか。なんかこれから歩かせてみてあ、見事に思いいいね、ここはもう乗せられるんだ。そうそう、そのスタイルで、あ、新しいスタイル見つけた。かわいい、ね、ということで帰ってきました。見た目どうですか？あのちょっとね、さっき乗ってきたんですけど、マディライダーとこの足がかなり近い位置にあるんで、結構ね、あの普通に漕ぐとぶつかっちゃうんですよ。本当はもっとこう前幅取れればいいんですけど、若干ガニ股で、自転車運転する形になるんで、少しね見た目はかっこ悪いかもしれないんですけど、でもまあ結論から言うと、バディライダー本当に便利だと思いました。奥さんとパノ君がお散歩する時って、だいたい家の近所しかないんですけど、バディライダーがあれば、例えば近くの公園に行ったり河川敷に行ったりとか、いろんなね楽しい思いをねパノ君にもさせてあげることができるんで、すごい役立つアイテムだなって思いました。特にね、最近ママのヘッポコ動画っていうシリーズをスタートしたんで、バディライダーもね、またそれでネタ提供の役に立ってくれればなっていうことで、まあ、買ってみた次第ですね。ということで、まあ、バディライダー使ってね、今後もまたいろんなとこ行って動画撮ってみようと思うんで、ぜひ楽しみにしててください。今回はバディライダーの動画でした。ではまた。